はい、こんにちは、高田です。昨日はここ最近の動きから見ていくと、リバウンド相場ということになってくると思いますけども、このリバウンドで少し相場環境難しくなってしまいました。ブル派、ベア派、この両方の勢力が混在するような状況というのが少し見えてしまうんですよね。具体的に見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に評価されています。まずは昨日のこのドルの動きですけども、言ってしまえば一昨日、火曜日のハラミの動き、高安抜けてないですからね、方向感がないと言われれば方向感がないだけなのかもしれません。ただ値動きの方を見てると、かなり力強く戻してるんですよね。とはいえ、僕はもうこういったレンジを見ていて、レンジからブレイクした上昇トレンドがあったんですよね。この上昇トレンドはこの高値を抜けたから上昇と見てるんですけども、これ押しがかなり強く入ってますから、僕は潰されたと見てるんですよね。潰されたと見ていくんなら再度僕ならレンジを見ますから、昨日のこの動きに関しては結局はレンジ内の動きですね。どれだけ強く買いが入っていてもまだレンジから抜けてないですから、ならば今の現在地レンジの高値圏、レンジ内の動きですからね。であればレンジの上から下まで売りの方を見ていく、高値からこういった売りのトレンドを見てもいいと思いますけども、レンジの上から下まで売りの流れを見ていくような状況というのは見えてくると思います。これがベア派、売り方勢力ですね。ただこの売りを見ていくにはかなり昨日のこの戻りというのは強く感じます。赤い上昇トレンドここにあるわけですね。もしこれブレイクしてるんであれば押し目買いという形に見えてきますよね。サポートまだ割っていませんから、流れが止まれば買いを見ていく。結果昨日はこれサポート見えたんなら買いが入ってきたのかもしれません。今日も高値を更新するような強い買いが入ってくれば、これ上昇トレンド見えてきますね。赤いブル派、青いベア派、両方の勢力が混在している状況です。どっちが正解ですかと言われても、これどっちが正解かなんて次の動き見ていかないとわからないですから、今すぐ答えを出しても意味がないですよね。抜けてしまうかもしれませんし、レンジの上から売りが入ってしまうかもしれません。ここを予想したところで、結局は当たり外れの問題に過ぎないですから、そこを見ていくんじゃなくて、値動きに対して備えていくのが、すごく大事になってくるんじゃないですかね。例えばこの赤い上昇トレンドを見ていくんであれば、一つ壁があるわけですね。それがこの緑のレンジ。結局はこのレンジからブレイクしてこないと赤い上昇トレンドは見えてこないですからね。今日の値動きはこのレンジからブレイクしてくるかどうかに注目はしていくことになります。逆にベア派目線、売りを見ている人はこの青い下落を見ているわけですけども、下落トレンドを見ていこうと思えば、昨日の安値、もしくは一昨日の安値ですね、このあたりのサポートをしっかり割ってこないと、そもそも波にならないですから。ですから今のこの環境、決着、何も答えは出てないですけども、ただ上限に壁はしっかり見えてますよね。抜けてしまった方向に流れは出てきやすくなるんじゃないですかね。そこを見ていくことになりそうですけども、ただ簡単に抜けるかどうかと言われると、それは難しいかも。今日もハラミの動きで終わってしまうかもしれません。抜けを期待して値動き見ていくことになりますけども、抜けないという決着、これも頭に置いておきたいですね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。昨日はドルは買い戻しが入りました。ドル強かったですね。ですけどもこのドル、まだレンジ内の動きですからね、継続して買いが入ってくるかどうかは少しわからないところもあります。わからないところはもう置いておくしかないですから、では昨日の動きでわかること、これはもうドルとの相関の部分だと思います。ここ最近このドルと全く同じような動きをするのがこの円でしたよね。昨日はこれドル以上に買いが入ってきてますけども、やっぱりこの円もドルと同様強かったです。この環境自体はここ最近の環境と変わらないですから、ということは今日もこのドルと円は方向感は似たような環境になりやすい、ということはドル円なんかは値動きは難しくなりやすいということです。昨日はより円の方が強かったですから、ドル円なんかもそれなりの動きにはなっていると思いますけども、では今日も継続してこの円の方が強いかどうか、これわからないですよね。ドルもちゃんと強いですから、今日はドルの方が強くなってしまうかもしれません。やっぱりドル円というのはまだまだ難しい状況は続いてしまいそうというような値動きからは分かりますね。あとはこの逆相関ですね。ドルに買いが入ったタイミングで売りが入ってくる通貨、ポンドなんか昨日大きく売りが入りましたけども、その他にもゴール、あとはユーロですね。このあたりやっぱりこのドルとの逆相関の環境というのは継続しているように思います。ということはもうこれ買いを見ていくにしても売りを見ていくにしてもというところになってきそうですけども、結局はこの2つの勢力に分かれてしまいやすいんではないかなと。
FX はこの通貨の強弱を見ていけば流れが出てきますからね。であればまあこういった強い通貨同士のペアとか弱い通貨同士のペアというのを見てしまうとは動かなくなってしまいますから、この強弱を意識した通貨、これを見ていけば流れは出てくるんじゃないかなと思います。この環境はしばらく続いてますからね、まあ、このドルも円もまあ難しい環境だと思うんですよね。戻り売りを見ていく、押し目買いを見ていく、まあ、どっちも正しいと思います。ですから決着見ていくまではどうなるかというのはわからないんですけども、ただまあこの辺りに買いが入ってくれば売りが入りやすい、この辺りが売りが入ってくるんであればこれらの通貨は買いが入りやすい、そういった状況は継続して見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足、冷やしを重ねています。普段は4時間足から見ていくんですけども、今日はあえてこの1時間足から、まずは昨日の動きですけども、売りの方が入ってきています。まあ、昨日円が強かったですね。ただまあドルも強いですから、まあ、動きは出ていますけども、中身を紐解くと強い通貨同士のペアですからね、まあ、少し難しい環境は今日も継続して見ていくことにはなりそうです。ここには強い上昇トレンド見えていて、高値圏で足場を作ってこの足場の崩れが出てきたわけですね。昨日なんですけども、それなりの売りの方は入っていますから、もしかしたらこういった売りの流れを見ていくことにはなるかもですけども、この押し安値、まだ割ったかどうかは微妙なところですよね。このあたりを調整のレンジと見ていけば、現在地レンジの安値圏でまだ抜けていないと見ることもできるわけです。もし抜けてこなければ、赤い上昇トレンドもまだまだ見えてきますんでね、このあたりの持ち合いというのはこういった売り方と買い方のぶつかり合い。レンジからの決着、とまではなかなかいかない、まあ、そういった環境もあるように思うんですよね。ただ昨日のこの売り、まあ、少し環境変わったのがまあ4時間足。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足、もちろんこれ今週の週足はまだ閉じてはいませんけども、売りが入ったことによって先週安値は割り込んだんですよね。もともとはもうこれだけの強い上昇トレンド、16円上げてきてるんですよね。まあ、相当大きな流れがあったわけですけども、この流れが一旦止められた、131円で止まったんですよね。現在は調整を見ています。調整ですけども、こういったレンジを見ていくには調整の幅がすごく狭いですから、僕はもう少しこの大きな調整は意識したいなと思っているんですよね。ですからまあ多少売りが入るぐらいは全然あるかなと、まだまだこのチャートというのは大崩れしてくるような状況ではないとは思いますけども、ただこの安値を割ってしまったということは、このサポートはまだ現状見えてない状況ですから、売りの方は強く入ってきてしまうかもしれません。個人的にはこの127円あたりはサポートの候補としては見ているんですけどね、現状まだそこまでも届いていないですから、まあ、こういったところに向けた下落はあるかもしれませんね。昨日のこの売りによって、まあ、この週足環境の下落の流れというのが少し見えてきました。これは週足環境ですから、最終判断週足終わりね、金曜日になりますんでね、まだ決着つけるのは早いんですけども、まあ、この環境を見ていくとこの売りは強く出てきたかなというふうに思いますので、まあ、特にロングは気をつけたいですかね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。サポート割れてから売りの流れが強く出たわけで、まあ、戻りが入ったんですけども、この戻りの壁、まあ、今までサポートされていたところにぶつかって完全に流れが止まってしまいました。止まってレンジ、足場を作ってこの足場から抜けてきたのが昨日の動きです。短期的にはこういった上昇を見ていた方もたくさんいたと思いますけども、まあ、この上昇はもう崩されてしまいましたね。今現状はこの赤い波の戻り売りですか、これがしっかり入ってきたように思います。よく見ると高値も2回試して抜けなかったというね、まあ、この下はネックラインですか、そういった環境も見えてきますから、この波の反転は意識したいところ。今これ直近安値にぶつかって流れが止まっていますから、まあ、この辺少し抵抗も出てきそうですけどもね、まあ、継続してこの売りの流れを見ていくのも悪くはなさそうですね。むしろこの辺りで抵抗になってレンジなんかが見えてくるんであれば戻りの高値も見えてきます。下落の流れが見えていますから、この戻りの高値が見えてくればそこを一旦売り場として見ていくのも面白そうですね。最初の目標は波の起点部分に向けた下落、これを見てもいいと思いますし、なんならこの抜けを期待しても面白そうではあります。ただしこれ抜けてこなければ、最初のチャートで見た日足のレンジですね、こういったレンジも見えてきてしまいますんで、抜けなければこの位置はレンジの安値圏です。ショートをしていくにはこのレンジの安値でショートをしている可能性、これはしっかり頭に入れてショートはしていくべきだと思いますね。戻りが強ければレンジの下限でショートしているわけですから、この戻りは強くなってしまうかも。ショートしていくんならばこの戻りに付き合いとかないですよね。
ショートをしていくこと自体僕はもうこの環境だと悪くはないと思いますけどね。ならば戻ってきた時にどうするか、ズルズル行ってしまうとまたレンジの上まで戻されてしまうかもしれませんから、その動きに付き合わないためにじゃあどうするのか、どこで入るのか、どこで逃げるのか、そのあたりをしっかり見ていけば、特に大怪我をするようなチャートではないとは思います。昨日のこの円買いというのはなかなかこれ強かったですからね、簡単には止まってこないかもしれません。継続しまずはこの売り場所を今日は探していきたいと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 地時間足に冷やしを重ねています。ダウ平均なんですけどもかなり大きな売りが入りました。1000ドル以上の下落になっていますけども、押し安でまだ割ってはいないですけども売りの流れかなり強いですからね、もうこれは割れる可能性も頭に入れてということになってきそう。もともとチャートの方もすごく弱いですから、戻り売りが入ったとなってくるとこれはもう割れる可能性、これは頭に入れてみていくことになりますね。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。今週の週足まだ確定はしていませんけども、これだけ強い売りを見せられると、これちょっと簡単にも買えないですね。サポートもすでに割っていますし、今週なんかこれ高値を試して抜けていない状況からの売りですからね、これは売りの流れ見ていくことになるんじゃないですかね。すごくチャートは弱く感じますんで、売り場を探っていくことになると思いますね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 地時間足に冷やしを重ねています。ダウに比べるとチャートはすごく強いですね。確かに売りの方も入っています。あれだけ売りが入ってくればこれはもう釣られてしまうんでしょうけども、ただこの日経平均に関しては直近安でも割ってないですから、サポートが下にあるんですよね。流れはすごく止まりやすいチャートだと思います。これはもうダウとの大きな環境の違いの部分だと思いますね。ダウと比べて日経平均ずっとこれ底堅いんですよね。なかなかこう買いが入ってくる状況にはならないんですけども、このずっとなかなか下がってこない底堅い動きは続いています。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。ずっと下がっていたダウと比べても全然もうチャートが違うと思います。少なくとも日経平均を売っていこうとはちょっと思えないですかね。どうせ売っていくんなら弱いダウを売っていく方がいいのかなと。むしろ日経平均はいいおしめかもしれませんから、このあたりもしっかり分けて考えておきたいですね。はい、変わりましてこちらが金の CFD 地時間足に冷やしを重ねています。金もようやくこの下落の流れが一服してきましたかね。強い売りのトレンドしっかり出ていましたけども、今週に入ってからこの安値更新がないですね。調整の動きになっています。調整ですからレンジを見ていくことになりますね。上下の壁探し、サポートは貯金サポートでいいと思いますけども、戻りの高値、これがどのあたりになるかですね。今週の高値あたりで見ていくのか、それとももうワンサイズ大きなこういった調整を見ていくのか、これも人によって意見は分かれてきそうですけども、ただどっちにしても調整の今は安値圏ということになってくると思いますから、流れが止まっている以上、ここからショートを見ていくのはもう気をつけた方がいいのかもですね。売っていくんならしっかり割れたという事実が欲しくなってきました。チャートはすごく弱いと思いますけどもね、この調整の戻り、この動きにも備えないといけない状況ですね。ショート狙いなら一旦は様子見ですかね。ロングを見ていくんならこの安値、これをバックにロングを見ていくのは全然ありだと思いますね。はい、変わりましてこちらが US オイル原油になります。1時間足に冷やしを重ねています。原油なんですけども、やっぱりこの上値が重い状況ちょっと出てきてしまいましたかね。高値を2回試して抜けなかったという形になってきそうです。そうすると波の起点ってだいぶ下なんですよね。この売りがもし強く出てくるんであれば、この売りは少し止まらないかも。高値圏ということもありますから、今はこの売りの流れに警戒ということになってきそうです。目線ショートになってきましたね。はい、ということで、ドル円ですけども相変わらず難しい状況だと思います。方向感が同じですからね、ドルの方向に円もついてきやすい、こういった環境は変わらないですから、難しくて当たり前なんですけども、ただ週足の安でも更新してきてますんでね、今はこの売りの流れが少し見えてきたのかなという気はします。今日も継続して売りが出てくると、ついに安値更新ということにもなってきますから、この下を試す動きは出てくるかもですね。ポイントとして127円、これは見ていますんで、このあたり、抵抗にはなりそうな場所ではありますけどもね、昨日のこの円の強さを見ていくんであれば、これは一旦割れる動き、意識してみたいところですね。売り場探し、ならばここ抵抗出やすい場所ですから、この抵抗を利用して壁を探していくのは悪くないんじゃないですかね。このドル円、しばらくトレードやる気になれないぐらい方向感なかったですけどもね、ようやく少し流れも見えてきました。ドル円は僕はもうショート目線、売り場所を少し探していこうかと思います。今回は以上になります。ドル円以外についてはもう別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。